わけで自宅からお送りするシリーズでございますけれども、皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。こんばんはといったところで、本日はですねトーク動画といいますか、今年1年を振り返る動画もね先日お伝えしたかと思うんですけれども、今回はですね特にグルメ系動画を封印してからのことについてね、ちょっとねお話ししつつ、どういう動画がね皆様に受けてるのかななんてね、私なりのねこう分析なんかもねしてみたいななんて思うんですけれどもね、約2ヶ月半、もうすぐ3ヶ月になりますけれども、今までね結構ねグルメ系の動画をねずっと上げてたんですけれども、グルメを封印して物を食べる以外の動画をね上げてみたら、果たしてどうなったかということなんですけれどもね、どうでしょうか。グルメ系動画を封印してから一番再生数が良かったのが、すするくんにお別れを告げに行くっていう動画ですね。あれが唯一ですね、1万回を超えてるのって多分それだけだと思うんですけど、長さも多分いいんでしょうね、5分そこそこで。全体的に俺の動画長いっていう、そういうところもあって、で視聴者の方がどん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 離れてってるような印象ですね。あとねこうレビュー系とかね、お笑いを前面に押し出したみたいなね、大喜利とか全然受けねえなっていう、そういう印象ですね。あとはね iPhone X とか結構こう旬な話題も取り入れて、そこそこね新規の方がね食いつくんじゃねえかななんて思ったりしてたんですけれども、 iPhone X をもってしてでも皆さんあんま興味がないみたいな感じでね、再生数伸びずに。断食ですね、断食とか、あと雨の中バイトしてるとかね、本当に結構過酷な芸人の下積み時代、現状を報告するみたいな動画が、ちょっとだけ評判が良かったかな。でもそれでもねたかが知れてますからね、ラーメン食ってるだけの動画でね、この程度いけますんで、なんかその努力とか辛さに見合わないなっていうような、そういった再生のされ方ですけれどもね、やっぱもう僕自身に皆さん興味がないと言いますか、やっぱねクリエイターっていうところ出てる人自身のことをこう見たいなって思わせないと、なかなかね YouTube 業界では生き残っていけないんじゃないかななんて勝手に思ってるんですけどね、なんか旬な話題だったり、なんかねちょっと気になるなみたいな企画とか、なんか我ながら卒業文集レビューしてみたとかね俺結構自分でもこれ見つけたなみたいな、面白いなとか思ったりしたんですけどね。あとはインタビュー系ですかね、インタビューの話題もこう M1 だったり大相撲暴行問題だったり、結構旬な話題なんか取り入れて皆さん食いつきやすいかなと思ったんですけれどもね、全然受けませんでしたね。あとはあれですね、ハイジーさんとコラボした、競馬をやってみた動画、これもまあそこそこ再生数、そこそこっつってもたかが知れてるんですけれども、他のに比べてまあいい方かなっていうような感じですねどうなんですかね、竹中一人で喋ってるっていうよりかは誰かと絡んでみたいなの方が面白いって思ってもらえんのかな。その相手のねまあハイジーさんなんてまあ人気もありますし、見たいなって思わせるクリエイターの一人ではあるかと思うんですけれども、竹中と絡むと面白いみたいな感じでね思っていただけるとこうありがたいんですけれどもね、やっぱこう誰かとなんかやってた方が比較的、再生数が伸びてるような印象ですね。というわけでね2017年も残すところはもうあとわずかとなってまいりましたけれどもね、こんな感じでね試行錯誤しながら模索模索でね2018年なんとかもうブレイクできるようにね
いろいろ試してみて頑張っていこうかななんて思ったりもしておりますので、引き続きねご視聴いただけるとありがたいななんて思ったりしております。というわけでまた次回の動画でお会いいたしましょう。なおですね、毎度おなじみこちらからピヨッとカード出てまいります。そちらに関連動画やアンケートなど添付してございますので、合わせてチェックしていただけるとありがたいなと思います。そしてこの動画の最後、終了画面のど真ん中、チャンネル登録ボタン、竹長おすすめ動画なんかもありますので、合わせて見てみてください。以上、分析大好き竹長が自分の動画、グルメ系動画を封印して以降の動画を分析してみた動画でございました。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイ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